音楽ビジネスの話にしますね。あ、そうだ、忘れちゃったな。誰か今この辺でオリコンチャートとか調べて、今何万円くらい売れてるかとか分かりますか？なんか適当な、僕一緒に見ましょうか。ん？あ、怒る。調べますよ。やればいい。休憩中。あ、そうなんだ。なんかトップ10が、まあ、何枚くらい CD 売れてるのかなっていうのを一応把握してた方がいいのかなっていう。で、別にもうかなりの数少ないと思う。あの、答え出るまでちょっと聞きましょうか。何枚くらいだったの？トップ10、じゃあトップ10の人、トップ10の人が誰か分かんないですけど、今、今週のアルバムチャート、今週のアルバムチャート、アルバムチャート、アルバムでいきますかね、はいはい、オリコン、1週間のアルバムとか多分出ると思うんですね。で、多分何枚ぐらい、私、はい、合ってるような気がします。1位で10万枚ぐらいだったような気がします。1位が10万枚、10位ぐらいだと、2位、3位で多分3万、2万だと思うので、もっと少ないから、7、8千じゃないかなと思います。7、8千枚。10、10、どんな感じですか？11が15万枚ぐらいで、で、5千枚ぐらいかな。5千枚。どんな感じですか？もしかしたら10万いけばいいのか。1、10万ぐらい。一応答え、答えました。出ます。いいんすか？まだ待ってとりあえずミュージアム知ってんじゃないですか？知らないんですか？多分 AKB とか EXILE がいればあーそこいればいれば、あ、ね、多分20とか30とかいると思うんですけど、10位ぐらいだといなき、あ、10位ぐらいだと多分1000から5000の間ぐらいだと思うんですけど、1000どんくらいですか？そうだね、今50で1000ぐらいですか？俺に求めるよ。自分の意見のか。5000ぐらいですか？5000ぐらい。でもなんかすごい、大体価値一緒ですね。大体その、はい、1万人っていくらいかなんで。1位、TOKIO、ハート、4万1000。あ、そう。あ、そう。10位が、クリズハート。ハートソングズ。1万1000。あ、それでも1万いきましたね、うん、でも今の割合の人は本当にあの何千になってきたりそんな感じでしたね、周囲でね。で、そのくらいのわけですね、オリコンチャートに入るのに。で、1万枚売れたら多分トップ10だと思ってていいと思います、はい、その感覚で言って、まあ多分もっと少ない時もあると思います。で、1万枚売れたらトップ10ってことは CD を売るだけでは、難しい、メジャーでは難しい、あの利益が出ない、インディーだったら1万枚だったら、まあ、あのやり方によっては利益が出る。で、そうやってビジネスモデルって変わっていくんですね。1万枚であの利益の取れるビジネスモデルもあれば、1万枚じゃ大赤字のビジネスモデルもある。で、それは何が違うかっていうことを考えていかなきゃいけない。で、あの、まあ、全然あのかかってる、それにかかるコストが違うとか、そういう収支のバランスが違うとか、いろんなことが考えられるんですけど、じゃあどうやってやっていくかっていうところで、今日はネットに強い方もいらっしゃるので、逆にその辺の話もするとですね、